こんにちは、リサーチャーの北葵です。本日ご紹介する一冊はこちらです。立花隆の書棚。こちら、まあ、本といえば本なんですけれども、うちの辞書と辞典の資料室に収蔵する本の一つの決まり事としては、辞書辞典図鑑のこの索引が後ろにしっかりついているという、ここを一つの目安にもしているものですから、今回作品がしっかりついている立花隆の書棚、こちらの5本を紹介したいと思います。で、やはり今年の4月30日に地の巨人と言われた立花隆さんが亡くなられて、逝去されて、テレビや NHK なんかでも非常に追悼番組とかありましたけれども、私もそうですね、著者、この方の書かれたものには非常に影響を受けましたし、影響を受けたは言い過ぎですね、影響を受けるというよりはひたすら勉強させていただいたということですけれども、その中でやはりこの、辞書辞典の観点から、ご紹介する一冊だなとすると、こちらの、一冊です。奥付けを見ます。2013年3月10日、初版発行ということです。これなんていうんですかね、嬉しくなっちゃって買ったような感じなので、読み込んでるというよりは写真がすごく綺麗なので、見る感じで、こちら奥付けには立花さんのお名前と一緒にもう一方のお名前が入っています。和田純一さん。この和田純一さんというのは写真家の方です。つまりこの立花隆の書棚、この立花隆さんの書棚を、余すところなく取り切った、それがこの和田純一さんです。で、実はこの書棚シリーズ、こちらの中央公論、新社さん、こちらの名物特集みたいな形で書棚を取る特集があるんですけれども、それをこの和田さんが編み出した書棚の撮影術、それによって編まれている本なんですね。で、こちらもうこの分厚い一冊は正直のところこの前書きに尽きるというふうに、申し上げてもよいかと思います。この立花さんの入魂の前書きという、ところ、これにこの本の良さが全部ぎっしり詰まっているかなと。少し読みます。本書はもともと著名人の書棚をくまなく撮影して、それを本にする〇〇の書棚という中央公論新書のシリーズの一冊として企画されたものである。で、人の書棚というものに異常なほどの興味を持った写真家の和田純一さんが開発した精密書棚撮影術が鍵となっていると。で、こっからそれがどういうものかっていうことが事細かく書いてあるんですけれども、キーポイントは2013年のこれ初版であるということです。今2021年です。で、8年をもってしてあらゆることのデジタル技術が進んだり、いろいろなこう360度カメラいっぺんに撮れたりとか、いろんなことが進んでいるので、そうじゃない時のこの書棚を、もうとにかく全角度から立体的に撮るっていうのがどういうことかっていう、その技について書いてあります。で、おそらく和田さんは今でもこの方法で書棚を撮る時には撮られるのかなというふうな、思われます。書棚の一段一段をレーザー墨出し機を用いて精密に撮影するとか、全ての棚の写真をつら合わせをして完全な平面を再構成するとか、そんなようなことが書いてあります。で、一棚一棚カメラを移動し、真正面からのギリギリのピン合わせをするとか、10段の棚の写真であればそれは10枚の合成写真、段っていうのはこの書棚の一段一段ですね、私の後ろにもこうありますけど、一段一段っていうことですね。で、そういうようなもの、合成は、コンピューターによる精密なつら合わせだから合成の継ぎ目は分からないということであったりとか、ただ手間は驚くほどかかると、どれくらいシャッター切ったんですかと立花さんが聞いたならば、立花さんの書棚の場合1万回ですねと。で、立花さんのこの蔵書はどこにあったかというと、立花さんの、自宅兼仕事場は猫ビルというふうに称されるのが、通称だったんですけれども、その、猫ビルに、収蔵されている本、まあ、大体3万5000冊ぐらいかなの蔵書だったんじゃないかみたいなこととかはここの中で触れておられます。じゃあそれが一体どういうもので、ここからが目次のページなんですけども、目次もこれが猫ビル1階、猫ビル2階、猫ビル3階とかって言いまして、この猫ビルの中は駆け上がっていく、上がっていく階段の脇にも
本が置かれたりするんですけども、この1階のこれが置いてある本ごとの解説ではなくて、そこの本からインスパイアされたような形で、それぞれの1階2階3階のところは読み物に、随筆的な読み物になっています。でここのところでいくと猫ビル屋上とか、あとそれから、立教大学の研究室なんかの蔵書にも触れています。でそしてこの目次の後ろに立体ではこんな風な形で猫ビルはありますよっていうことだったりとか、それからこういう風な形でなってますよっていうところだったりとか、でこの立体図があった中でこういう写真が入っているという風なことになってます。で、この写真がそれぞれについて平置きになっているところが立花さんらしいんですけど、写真があるんですけど、この中身もそうですが、まずは写真を一つ一つ見ていきたい。なんでかっていうと、もうはっきりと書籍のタイトルが読めますから、何の本があるんだろうっていうことが確認できるんですね。でそうやって見ていくと、ありました、ここのページ、辞書辞典のページです。でここのところには、今パッと見てこの写真にありますのが漢和辞典、があります。それから、大辞典というのもございます。で分類語彙表みたいなこともなっています。横のところには言語学大辞典、それから美人語とか新原語みたいな、ものも、言葉のものもあったりします。ここの蔵書の中でかぶっている本もあったりすると何気にとても嬉しいです。で、2013年のお話ですが、インターネットに入っている辞典ならば使い勝手がいいだろうと言われます。手書きで似たような文字を入力すれば類似検索をしてくれますから、けれども僕は現時点ではネットの辞典は使っていませんみたいな、こういう立花さんの辞典への思いみたいなことがこの辞典のページにはやはり書いてあったりというふうにします。こんなふうにやっぱり見るべきは写真なんですけれども、こういうページ収録の写真以外に中には四つ折り口絵みたいな形で相関できるタイプの、お写真も収録されています。でこれが1つ2つ3つ3つぐらい、猫ビル3回分ぐらいのこういうような口絵仕様の形の収録のされ方もしています。そしてこの余すところなくこの素晴らしい写真書棚の写真を伝えたいという気持ちはやはりこの本の想定にも表れていて、表紙を外しますと、こちらのこの想定の中にもやはりこの硬い白の中に、本の写真が、書棚の写真ですね、本じゃなくて書棚の写真が写っているというふうな形で、なので中身のこの立花さんの文章ももちろん読みたいんですけれども、とにかくまずはここの、再録されている写真をこの中の想定部分含めて全部、ああこの本あの本って確認しながら、読んでいきたいなというふうに、そういうふうに思わせる一冊です。で圧倒的な知の世界っていうふうに、でそれでここの帯のキャッチがございます。書棚は持ち主の知的歴史の断面なのだということです。これも逝去された立花隆さんの、頭の中を、忍ぶにあたって、やっぱりちょっとご本人もこの中で、書棚を人に見せるというのは丸裸ヌード写真を撮られているようで恥ずかしいということをおっしゃってます。これを、見尽くすことっていうのは立花さん自身の、考え方や、発想、そういう頭の中を知る一つの手立てではないかなと思います。ご興味を持たれた方はぜひお勧めしたいのとともに、そしてこの書籍、先ほど奥付けをご紹介しましたが、その奥付けの次のページに広告が入っております。でそちらの広告は松岡正剛の書棚、やっぱり松岡正剛さんの書棚もこの形で出ております。で私は松岡正剛さんの松岡正剛の書棚、そちらの方は持っておりません、書籍としては。でいろいろ松岡さんの、ご本を集めていたんですけれども、松岡さんの本はやっぱり同じく読む方に力入ってしまって、まだこの書棚タイプの方は手に取ってません。この松岡正剛さんの書棚にも興味を持った方、そちらも、本になっております。ぜひ、手に取ってみてください。本日は以上です。ありがとうございました。